日ごとの糧2021年2月2日そのように私の口から出る私の言葉も虚なしくは私のもとに戻らないそれは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たすイザヤ書55章11節主よ今こそ彼らの脅しに目を留め」 あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか見てを伸ばし聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され知るしと不思議な技が行われるようにしてください。使徒弦項録4章29節30節。神の言葉の力強さそしてその影響の大きさ深さを考えさせられる言葉です。 しかし使徒弦広録の言葉というのはペトロとヨハネが議員たちから脅しを受け仲間たちのところに戻ってきた時仲間たちが祈った時の言葉ですそしてその祈りの中心は神の御言葉をさらに大胆に彼らが語れるようにしてくださいという祈りでしたうんかっこいい祈りなんですけどねでも 脅かされ脅されて帰ってきたペトロとヨハネにとってはどんんなな心境だったかなと思うんですよ、ね、まあ私だったら大胆に語ってくださいって言うけど散々脅かされてきたんだよってもうちょっと私のことを気遣ってくれって言うかもしれないなと思うんですよねしかし神の言葉を語る分かち合う、まあ、そういうふうにこう託されてる人というのはいるわけですよね。 何ががあっててもそれれを実行するるように道が開かれている自分の心が嬉しくても悲しくても神の御言葉を分かち合うようにというそういう使命を与えられている人たちまあきっと間違いなくそのための力も神様から与えられているはずなんですね力も機会も与えられているはずなんですよねですからあの皆さんがかかっている教会の牧師やあるいは教会の指導者たちのために祈る時には神様に その人たちの健康とか経済状態のこともちろん気になってますから祈ってくださっていいんですけれどもでも何にもましてあなたのシンボルたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいというふうに祈ることがとても大切なことだと思いますそれが彼らの役割ですのであるいはそれが私の役割ですのでもちろん、えー、教会のリーダー、牧師、指導者たちの健康や 生活ののたたためにも祈っていただけたらと思うのですでも最も重要なことはおそらくあなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語れるようにという祈りあるいはそういう期待そういう願いを神様の前に申し出ることそれがおそらく教会を愛し指導者たちを愛するということの一つの形なのかなと思います。 それがあってこそ神様の働きが前に進むということにつながってくるからですね。そしてそれは別に御言葉を語るということを使命にしていなくてもそれを生きるそれを生きているあなたを通して神の働きが前に進んでいるということも意味していると思います。そのように私の口から出る私の言葉も虚なしくは私のもとに戻らない。 それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。イザヤ書55章11節主よ今こそ彼らの脅しに目を留めあなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください」どうか御手を伸ばし聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され印と不思議な技が 行われるようにしてください言葉も行いもイエスの見業,業が表されるように牧師自身はリーダー自身はそういう祈りをそういう願いを常に持って歩む必要があるんでしょうね。どうぞ皆さん元気でいてください。そししてて皆皆ささんんのの言葉皆さんの行動を通して イエス様の麗しさが今日さらに深く広く表明されますように祝福を心からお祈りします。それではまた